チオさん、あんたの言葉で何か救われた気がする。あのさ、もっと近くに行ってもいいかな。ああ、もちろんだ。何も遠慮することなんてない。うん、うん。隊長さん、教えてくれ。あんたの目には私はどう見える？綺麗な髪だ。初子の髪、俺は好きだよ。あ、うん。ありがとうな。なんだよ。そんなに見つめられたら、参っちまうよ。なあ、初穂、やっぱりまだ自分に自信が持てないかい？そんなことないぜ。あんたに私の力を教えてもらったからな。ただ今は近くであんたを感じていたいんだ。それだけだよ。こうして間近で改めて見るとさ、初穂って意外に美人なんじゃないか。意外ってなんだよ。これでも小さい頃から東雲神社の女神様って言われてたんだぜ。また初穂の笑い声が聞きたいな。ああ、いつもの私に戻ったらな。けど今はもうちょっとだけいいだろう。熱はねえよ。でもほっぺたがさ、熱くて変なんだ。なあ隊長さん、あんたの手で触れてくれないか。ああ、ひんやりして気持ちいいぜ。それに、なんだか嬉しいな。なあ、初穂、ちょっとだけ髪を撫でてもいい？いいぜ、私も撫でてほしい。なんか嬉しいな。安心するのにドキドキするぜ。なんだか胸のあたりが温かいや。気持ちになったの初めてだ。けど隊長さんよ、あんたはすげえやつだ。あんたの言葉は私に力をくれる。私が何なのか答えてくれる。だから教えてくれ。私は何なんだ。初穂、俺には君が。
女の子に見える。どこにでもいる。でもここにしかいない特別な女の子、それが初子なんだよ。やっぱすげえな。なんだかグッときちまったぜ。ありがとよ隊長さん。私は今すっげえ嬉しい。さーて、魔法の時間はそろそろ終わりだ。今からはいつも通りの初穂ちゃんだぜ。確かにいつも通りの初穂だ。なんか安心したよ。ま、ちょっとばかし心配かけちまったかな。けど、もう大丈夫だぜ。そうか。それじゃあ、俺はそろそろ行くよ。な、じゃあな、隊長さん。